エリック・ウィリアム・スタルツは、アメリカ合衆国、インディアナ州プリマス出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のロサンゼルス・ドジャースの参加所属。ベセル大学では、投手と中堅守を務める。また同時に、NBA 選手を目指しバスケットボールもやっていた。2002年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースから15巡目指名され、入団。 三年程度マイナーリーグで下積みを経験し、2006年9月5日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。3イニングを投げ自席点は3だった。2009年には故障した黒田広樹に代わって先発し勝ち星を挙げた。2010年3月31日に広島東洋カープと年俸7000万円プラス出来高払いで契約合意したことが発表された。背番号は24。 入団後は先発ローテーションを任され、交流戦では、まずまずの投球で3勝を挙げた。しかし、リーグ戦が再開すると不安定な投球が多く、8月12日の松田スタジアムの阪神戦では、ジョージ・マケンジ、桜井・光大、カノ・ケ介スケに3者連続被弾するなど、途中加入ながら、リーグワースト2位の23本の非本塁打を記録し、6勝10敗。 防御率5.07と期待に応えられず、1年で退団となった。2010年11月29日、コロラドロッキーズとマイナー契約した。2011年はほとんどマイナー暮らしで、オフに FA となった。12月13日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約した。2012年5月17日にサンディエゴパドレスへ、ウェイバーで移籍した。 2013年4月15日には、自身初めての本塁打となる3点本塁打を放った。同年は11勝を挙げ、先発ローテーションに定着。2014年もパドレスで先発として起用されるも、8勝17敗と、大きく負け越した。2015年1月29日、アトランタブレーブスとマイナー契約を結び、4月5日に、メジャー契約を結び40人枠入りする。 5月27日に、フアン・ウリーベ、クリス・ウィズローとのトレードで、アルベルト・カ・ヤスポ、イアン・トーマス、フアン・ハイメと共にロサンゼルス・ドジャースに移籍した。移籍直後に、リーフとなった。NPB 投手記録、NPB 打撃記録メジャーリーグのスプリングトレーニングで投球するスタールツ。ありがとうございます。